あ、どうもー。小名浜ひとり暮らし。あ、です。さあ、今日私がやっていくのはこちら。唐揚げ。この鶏肉を使って、唐揚げをやっていきたいと思います。では、参りましょう。Shall we go? みんなさ、家で揚げ物する？いや、しないわよね。家でね、揚げ物するって相当な労力かかるわよね。いや、そんな中ね、私ね、もう今回は意を決してね、唐揚げをやっていきたいと思いますわ。基本的に、揚げ物好きなのよ。デブ野郎でしょ？デブ野郎だと思われてもしょうがないわ。でもね、そう、唐揚げね、大好き。揚げ物大好き。もうとにかく、食べ物を油の中入れれば何でも好きかな。そら言い過ぎか。そら言い過ぎかもしんないけども、まあ、基本的にね、揚げたものは美味しいよね。でもさ、やっぱりその後の片付けのことをさ、考えちゃうとさ、どうしてもね、億劫になっちゃうのよね。それがね、ネックなのよ。家での揚げ物のネックなのよね、それがね。はい、ちゅうわけで早速揚げてくわ。ほじゅわーこれね、見えないと思うけどね、めちゃくちゃ跳ねてんだ。熱いんだ。で、基本的に、私ね、家、もう最近暑いからさ、薄着なのよね。薄着っていうか、着てないのね。だから、いろんなところにね、油が跳ねてね、暑いわ、なんつってね、バカ野郎、なんつってね。だからね、みんなね、ちゃんと家で洋服着てね。キッチン周りではちゃんと洋服着てね。着てるか。みんな普通着てるわな。でね、私ね、この揚げ物をやるからには、ちょっとね、こだわっちゃって。まず一回目ね、軽く揚げてんだよね。軽く、ね、火が、ね、通るぐらい揚げて、で、今回やろうと思ってんのが、二度揚げ。一回目は、軽く表面をね、揚げる感じ。で、二度揚げの時は、こんがりね、きつね色に揚げていこうと思ったんだよね。だから、そう。これが一回目のターン。一回目のターン。だいぶいい感じでしょ？で、これ二回目のターン。二回目のターンで、これでしっかりね、焼き色をつけていく。そして、中の方までね、しっかり火を通していく。ほら、見て。見て、いい感じでしょ？いい感じ。もうなんだか、もう、今すぐ、つまみ食いしたい気分だわ。ダメよ。ダメ。我慢。最後までね、しっかり、揚げてから。で、その後、これね、私ね、大根おろしをトッピングして食べたいなと思って、これね、大根おろしを一生懸命削ってるとこ。指ね、すりそうだった。で、見てください、これ。男の唐揚げ。すごい、山盛りね。山盛り。で、大根おろしとね、いっぱいディップして食べていきたいと思いますわ。で、大根おろし、キュッとお醤油つけてね。じゃあ、いただいてまいりましょう。で、大根おろしを、キュッと持って、で、オン。オンザ唐揚げ。あ、ちょっとこぼれちゃった。オンザ唐揚げ。で、口いっぱい、頬張っていってきます。せーの、いただきます。あぴょん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 。うまい！やっぱりね、ど定番の唐揚げよね。やっぱり最終的にこれが一番美味しいわ。うまい！でね、今回ね、私ね、このレモスコっていうの買ってみたの。みんなレモスコって食べたことある？ね。レモンを使った、なんだろうな。レモンとタバスコを合わせたような調味料かな。うん。ちょっとね、美味しいかどうかわかんないけど。
ものは試しでってことでいただいてみるわ。あんにゃ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 ん。うん。唐揚げ茶のね、脂っこさを酸っぱさでね、さっぱり食べられるわ、これで。で、ちょっと辛みもあるから、これまた新しい体験ね。新しい体験。で、それを、私、この、酸っぱい三ツ矢サイダーで流し込みます。私これ大好きなの。これね、年に一回このシーズンに出てくるの大好きなの。うん、美味しい、最高。うまい。はーい、というわけで、今日も皆さん見てくれてどうもありがとうございました。いかがでしたか？男の唐揚げ会。男じゃないわ。女の唐揚げ会ですわ。失礼しちゃうわ。やっぱりね、唐揚げってご飯に合うわよね。これだけは鉄板ですわ。たまにはね、こうやって揚げ物をするのもいいわよね。皆さんもやってみてね。以上、オナハマひとりなしでした。さあ、クイズの答え合わせです。これで何を作ったかしら。ヒント、気合い入れたわ。焼き鳥 8%、 唐揚げ 57%、 パリパリチキン 35%。 やっぱり気合い入れたっていうのでね、唐揚げってバレちゃったわ。バレバレだったわ。はい、次の方、ライフチェンジングステージさん。唐揚げ好きとしてはこの動画だけでご飯いける。ご飯おいしい。